負けられないぞ、これ。これは。あ、You know, all right. In Singapore, I go yesterday. We say in Singapore.超えました。じゃあ、マシュレバージョン。結構すごい。すごい。まあ、マシュレバージョン。3ぐらい。おお、6割とか5割くらいじゃん。上げるかな。高得点、6割取れば。だ人によっては、多分なんかここが書いてないじゃんって言って、もうがっつり減らしちゃう人もいるけど、僕はだ文法点が3箇所ぐらいだったんで、大きい間違いない。高得点の方ですね、そこ。さあ、じゃあ20点中何点でしょう。20点中、そうですね、そこを引いて9ぐらい。9点 !9 点 !5 割引いた。やばい、カンタロウさんに負けた。はい。10点10半分はい、じゃあお願いします。これ15。おー、高い。なんだ、俺東大生か。高すぎて。まあこれトイック600点向けなんで、最初の方とかだいぶ簡単なものなんで、解いてみますか。この章末にそれぞれついてるんで、はい、210ページ。知らないけど、じゃあ勝負しますか。お二人もう負けられないぞ、これ。これはお、さあ、え、一問ずつやるんで、それとも全部やって、あ、もう一問ずつバーって書いちゃっていいですか。あ、全部やってから。そうですね、答えますね、はい、何じゃ。さあ、急に始まった。今度は4択の対決。お二人対決が好きですね。そんなつもりはないですけどね。流れじゃ、これはただの自制でしょ。ヒント言っちゃうっていうね。だって時勢が違うだけだもん。だって過去と過去完了、ね、過去と現在完了、現在と未来になってるだけだからさ。さすが YouTuber の鏡、話しながらやる。だから時間かかるからね、ちょっと編集してね。すごい、喋ってるけど、うん、ペンは進めない。進めない。簡単じゃねえのって言ってて。簡単だからこそ丁寧に間違っちゃいけねえと思ってやってんだよ。慎重に。うん。We still have。うん、できた。はい。ちゃんと根拠を持って。4分の1じゃないからね、これね。お。もうこんなの俺はもう 100%。100% だね、100%。ディスプレイ。うん。なるほど。ミスター。ミスター。これ以下にもさ、ほら、以下にもさ、ね、サラリーマンの間でっていう日本語だから間を選ばせようというこのこう引っ掛けるこう気満々のね、こうサラリーマンの間で人気ですよ。で、間っていう日本語からこうね。アマングとかビート選ばせようと。はい。さあ、終わりました。どうですか、英語自体はやってんですか。はい、できた。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、最後。じゃあ、いいですよ、喋ってますから、そうだね。喋る隙をもらえない。いや、もう、英語普段結構やってます。はい、英語ちょっと近いでやってるつもりでは。あ、普段、どういうのをやってるんですか。うん、できた。普段はでも和訳とかの過去問。ああ、今入って、中心、はい、過去問中心やってます、はい、なるほど、できた。はい、ではお二人の、ね、回答を、はい、はい、じゃん。さあ、どうですか。 ACD、 あ、そうすると4番が分かれてますね。それは同じ、いや、7、8も違いますね。4、結構違います。7、8が違います。じゃあ先生、はい、どうぞ。まず1問1問解説して、はい、1問、いや、解説、まあ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 、はい、はい、最初は、The manager granted A ですね。はい、A、 A、 これは単なる自制だ。じゃあ、ラストマンスだ。お、さすが、いいじゃないですか、カンタロウさんが。 You know, all right, in Singapore, I go yesterday, we say, in Singapore. 多いですね、そういう人ね、はい、実際で、で、合ってます。では2番ですね。さあ、お二人が選んだのは C。 お、正解。おお、なんでですか。だってアロットじゃないと和が足んないでしょ。お、気づいた。そうですね、気づいた。さすが、ちょっと自信なかった。同じです、そういうことですね。メニオブとはも言わないね。メニオブとは、まあ、だタイムなんで、どっちにしろナンバーもメニューも使えないんですよ、うん、数えられない名詞だから、うん、タイムは、はい、
深さんなんで、おお気づきましたね。そうです、このねプレンティには青つけないっていうのは、ね、うん、結構あの餌込みの間違い多いんで、なるほどです、知っておくといいですよ、はい、プレンティオに青つけないで。さあ3番、これも大学入試もうめちゃめちゃよく出るやつですね、はい、この中であって、さあ3番はお二人とも D を選びましたね。お二人とも間違いでございます、はい、え多数決って知らないのか、民主主義なんで、民主主義、民主主義、3人で3人で2対1で民主主義は多数決じゃない。え、ダメですよ、オールモス D じゃないですねこれ。え、わかりますか、どれか、オールモスって、はい、持ってますよ、オールモス、センターレベル B、 B が正解ですね、オールモスト、ね、オールモストの後ろオールつかないとダメですから、やっちゃって2人ともなんで、2人ともこれは何、森田先生が回答見ないで今言ってるんですか。見ないですよ。見ないで。分かる。本当は間違ってないし、絶対間違えないですよ。間違ってないじゃないの。じゃあ自分の作った問題ですか。そうか。あ、そうか。僕作ってんのに間違ってたらすごい。なんだ。あ、でも間違ってないの。いや、これがモーストにもモーストオブザ。じゃあ今のところ2人とも2ですよ。2人とも2の1ね。2、はい。問4ですね。問4は D と B。答えは D ですね。D ワークが正解です。はい、よし。Mr. West was assigned。これあれ丸のやつ使おうかな。え、D でしょ ？D です。俺 D って言ったよ。D って書いて。書いたやつ、トゥーワーク決まってんじゃん。D と B の発音で。あ、でも assigned to work。assigned to work。assigned to do ですね。assigned to do ですから。はい。丸俺今2連敗バツバツ、そうですね、2連敗、そうです、はい、だからアサイン人というのを受け身です、人に何とかするように割り当てるっていうですね、アサインは多分東大では問われないですけどめっちゃ難しいですよ、かなり大変な単語ですので、うん、はい、使わないようにします、作文である、作文である、使い方が相当難しい単語なんで、はい、これですね、はい、で、次が IWORS なんとか、あ、これはね、もう受験のやつじゃないですか、うん、もうすぐに聞いてください、はい、5番は A ですね、あ、まあ、ね、これも、ね、確認できますよ、まあ同じようにそうですね、6も My Boss Words っていうのもこれも同じ感じですから Be Satisfied でしょ、そうです、 Be Satisfied、 お、さすが B ですね、さすがにお互い正解です、はい、さあ残り2問でございますね。The restaurant is very popular なんとか office workers。 そうですね、さっきカンタロウさんが言ってましたね、オフィスワーカーの間でって言って、間でですよね、それでなんだろうっていうわけですけど、そうです、間ではアマングですね、だってさ普通クイズだったらこれはでサラリーマンの間で、で間って単語を訳せるもの入れちゃいけないよってなったら間の意味がないの、あとだけじゃん、いや、それ、いや、それアットなんてこれだから引っ掛けにもなってないですよ、間でって言った時にアマングと引っ掛からないよ、引っ掛かっちゃいけないのがビットウィンとデュアリングですよね、そうそう、だからアマングとビットウィンとデュアリングは全部間って意味があるから、実は間の意味がないやつなんですね、そうじゃなくてあれです、アマングとビットウィンの違いを知ってるかっていう問題です、これは一つだけ間の意味がないやつかと思って、ビトウィンはあれし、孤立してるやつだよ、二つかはっきりしてるものの違い分かるよで、デューリングは時間ですから、それも分かる、デューリングは間と時間ですので、はい、もう負けちゃうじゃん、このもう、さあもう負け確定、最終問題、最終問題なんかプラス点、プラスだとこれ、これ最後は10点分かれてます、最後は10点、文法問題でそんなことある、最後は10点だよ、Everyone must wear a helmet while the machine is in. In っていうのが前置詞ですから、前置詞の後ろには何が来ますか？原形。名詞が来ますね。ということで名詞は選択肢の中で D ということですね。In operation っていうことでした。危ない。ということで、たわしさんが1問。これボツだよ、ボツ。質問。ボツだよ。ボツ。オクラにしようと。ボツだよ。これはボツ。あら、半分。半分ってことに。トイック600点受かんないの、取れないの、取れないと思います、取れない、危ない、文法は、さあということで文法語法とかっていうところでは大さんの方が上ですね、まあ、かお、もっとやりたい、おすごい、めちゃくちゃやりたがる、編集大変だよ、編集大変、うん、何本にしなきゃいけないかもうちょっと勝ちで終わりたいな、Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.